はい、皆さんこんにちは。本日は、ね、映画を見てきました。ちょっとね、場所はここじゃないんですけど、まあちょっとね、今見てきたんで、ちょっとここで紹介したいと思います。はい、というわけでね、本日はね、映画それいけアンパンマンバイキンマンと絵本のルルンを見てきましたと。で、これね、本当面白かったんですよね。すごい面白い映画で、まあ多分ね、そんな評判にはならないかもしれないんだけど、これはいい映画ですね。これね、バイキンマンとって書いてあるじゃないですか。もう主人公はね、ほぼバイキンマンですね。アンパンマンではなく、バイキンマンで、まあなんだろうな、例えるところドラえもんにおけるジャイアンですかね。ね、普段は悪いやつなんだけど、今回ね、本当にヒーローでしたね。本当にいい映画でした。で、チケットはね、こちらになります。ユナイテッドシネマで見ていきましたと。で、ストーリーはね、ある日一冊の絵本を見つけたバイキンマン。絵本から愛と勇気の戦士バイキンマン、助けに来てと声が聞こえ、絵本の中に吸い込まれてしまいます。砂漠の先に広がる大きな森で出会ったのは森の妖精ルルン。怖がりで勇気が出せないルルンは、森で大暴れするスイートルゾーをやっつけてほしいとバイキンマンにお願いします。最初は嫌がりながらも諦めずに立ち向かうバイキンマンの姿にルルンは勇気が湧いてきます。しかしスイートルゾーの強さに大苦戦、絶体絶命のピンチの中、バイキンマンはルルンにアンパンマンを呼んでこいと伝えるのでした、ということで、本当にね、これね、主人公バイキンマンなんですよ。まあ最初ね、一番冒頭部分はアンパンマンの仲間がね、お祭りしてるところにね、バイキンマンがね、カッパのロボットみたいなやつに邪魔するわけですよ。まあただね、そのロボットもね、みんなに倒されてしまって、まあやられてしまうわけですね。 UFO でね、吹っ飛ばされて帰っていくんだけど、で、帰ってきたそのバイキンマンの基地みたいなのがあるじゃないですか。で、このバイキンマンの基地みたいなところで絵本を見つけるわけですね。で、そうするとね、表紙にバイキンマンが書いてあるわけですよ。で、そのバイキンマンね、その絵本を見ると、まあそこにはね、このルルンがね、バイキンマンを助けて来てるわけですよ。うん、そんな感じでバイキンマンはね、その絵本に吸い込まれていくって話ですね。この絵本の中ではね、森があって、そこにね、スイートルゾーっていうね、巨大な像がいて、まあこの像さんね、結構強くて、人の相手のね、その力を吸い取ることができるわけですね、その鼻から。なので、まあ、弱らせてやっつける、うん、そんなね、結構ね、なかなかデバフを効かせるスキルを持つね、厄介な相手なんで、吸い取る像の鼻で、このね、相手のエネルギーを吸い取り、で、目の光線で相手をね、小さな、ね、像に変えてしまうのが、この吸い取る像の能力で、結構ね、みんな、この弱体化されてね、吸い取られてしまうんですよね、吸い取る像に。で、このね、森の妖精ルーンのいる森で、その吸い取る像が暴れてるわけですよ。どんどんエネルギーを吸い取って、森が枯れてしまい、このね、ルルーの仲間たちもみんな吸われてしまうわけですね。みんな吸収されてしまうわけですよ。で、最後に残ったね、ルルンで、このルルンがね、まあ、この森の中ではね、その伝説の戦士ですね、愛と勇気の戦士、バイキンマンっていうのがね、伝わっていて、で、このね、バイキンマンの像がね、あるわけですよ。すごい巨大な像が。で、これね、絵本の中からね、バイキンマンを助けに呼ぶわけですよ。みんなやられてしまったルルンが、もうね、空に向かって、バイキンマン助けてって言うと、バイキンマンが空からやってくるっていう。で、バイキンマンがね、空から降ってきて、この砂漠の中に降りてくるわけですよ。で、ルルンはね、もうね、バイキンマンっていうのはね、巨大なそのヒーローだと思ってるわけですよ。ウルトラマンみたいな感じの。だけどね、降りてきたら同じ背の高さなんで、がっかりするわけですね。なんかバイキンマン思ってたのと違うということで。まあ何にしてもね、そんな感じでバイキンマンね、悪態つきながらも、今回ね、アンパンマンがいないってことはね、そのスイートルゾーをやっつければ、この世界は俺のもんだってことでね、頑張るわけですよ。頑張ってみるんだけど、とりあえず最初ね、初めてスイートルゾーに出会うわけですね。その時はバイキンマンもう生身ですよ。バイキンマンね、生身の状態でスイートルゾーに立ち向かうわけですね。だけど、まあスイートルゾーに全然勝てないんですね。バイキンパンチやっても全然効かずに、これは困ったってことで、特にね、バイキンマンは要するにロボットとかね、UFO あっての力なので、これじゃ戦えないってことで困るわけですね。バイキンマンの力が発揮できないってことで。で、ルルンと相談して、なんかね、いいとこ、なんか機械とかないのかっていうんで、探してみると、なんとね、この森の大きな木ですね、一番大きな木の上に、この金属があったんですね。金属がいくばくあったので、これは使えるってことで、なんとね、バイキンマンね、そこでこの炉を起こして、この金属を溶かしてね、丁寧にあれなんですよね、まず工具を作るところ始めるっていうねまさかあの金属でロボット作るのかと思ったら、まず工具を作るっていう、なんだろう、このカンナとか斧とかノミとかね、これまずバイキンマン作るんですよ。で、そこからのその展開ですね。まあ一応ね、森なので、枯れてる森なので木はいっぱいあるんですね。なのでバイキンマンね、その工具を使って木を切って、で、その柱とかをね、丁寧にカンナとかでね、カンナもしっかりこう調整して、このカンナのお尻をね、トンカチで叩いて
調整してカンナをかけるわけですね。で柱を一本一本きれいに作るんですよ。まるでね家を建てる大工さんのように、もうねそんな感じで木をこう加工して、でさらにねのみでこうきれいにね作って、あの削ってこうはめ込みとかねしっかりやるわけですね。もう宮大工みたいなテクニックを使って、木をどんどん組み上げていくわけですよ。よくあるねロボットもの、まあアイアンマンとかでねこうよく作ってるシーンとかあるけど、今回バイキンマンがこの木製ですね、木造品でなんかねもう本当に家を建ててるかのようなこのものすごい丁寧なねその職人の仕事を見せるわけですね。でルルンはねその中でこのバイキンマンを手伝うわけですよ。あの手伝うんだけどまあ失敗するわけですね。ルルンがどんどん失敗してまた一からやり直しみたいなことを何度もやって、まあとにかくねこの作ってるシーンがすごい良かったですね。なんかね本当に宮大工みたいな感じで、で完成したものはね要するにあのウッドダダンダンですね。ウッドダダンダンってことで、あのいつもねバイキンマン乗ってるあの巨大なバイキンマンロボですね、あれの木造版ですね。これを作って、でこれでスイートルトと戦うってことで、これがね結構かっこいいんですよね。このウッドタタン弾がねかっこよくて、これもいろいろねギミックがあってね本当に良くて、ただね最初ねスイートルトと戦うときはまあ勝てないんですよね。ウッドタタン弾では負けてしまうわけですよ。絶体絶命の中でこのね、ルルンを、まあ、空に放り投げてアンパンマンを呼んでこいってことを言うわけですよ。バイキンマンとしても嫌だけど、寒気が走るんだけどアンパンマン呼んでこいってことで、このねルルンがその絵本から飛び出してアンパンマンを連れてくるっていうね、そういった感じになっています。まあアンパンマン連れてきたところで、アンパンマンもねまあ活躍するんだけど、やっぱね吸い取ると強くて結構一回ピンチになりますね。で僕はねあのアンパンマン仲間たちもやってくるんだけど、まあそれらもちょっとねやられてしまいみたいな感じで、まあやっぱねここでバイキンマンがまた活躍するとかね、そういった展開になってきます。まあそんなわけでねちょっとねバイキンマンのかっこいいところですね、本当に職人みたいな感じで、でこのルルンがね妖精のルルンが職人であるバイキンマンの弟子みたいな感じで働いて、そこでいろいろ学ぶことがあり、でさらにねアンパンマンと出会うことによってアンパンマンの言葉にまたね一つのねこの勇気をもらって、まあ、この妖精ですね、森の妖精ルルンも成長していくってことですね。そして、まあ、森の妖精ルルンの本当の力みたいなのが発揮されたりとかするっていうこういった話になってきます。なのでねあの珍しくねバイキンマン主人公で、ね、バイキンマンがすごいかっこいいんですよね。本当にこれかっこよくて、いやめちゃくちゃいい映画でしたいやバイキンマンねやっぱねやればねかっこいいんですよね。要するにツンデレですからね彼は。しかもねバイキンマンはねこのルルンにアンパンマン呼んでこいって言うわけだけど、あのルルンにねバイキンマンを助けてほしいってアンパンマンに言うわけですよね。そうするとアンパンマンね悩みもせず二つ返事でね行こうってことを言うわけですよね。まあここでバイキンマンとアンパンマンのね友情というかね、なんかねそういったつながりがね見えてくるのもいいですよね。まあそんな感じでね今回ねアンパンマンとバイキンマンが力を合わせて大冒険ということで、本当にねものすごいいいアニメでしたね。これね本当にアンパンマンのアニメ映画ってあんまり見たことないんですけど、ちょっとねこの出来であればね、まあ、次回もねアンパンマン見ていきたいなとは思います。というわけで本日ね映画それいけアンパンマンバイキンマンと絵本のルルンを見てきたでした。では皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。